大分交通、大分交通株式会社、大分、交通、大分トランスポーテーション CO、LTD は、大分県北部を主な営業エリアとする、乗り合いバス、貸切バス事業者である。本社所在地は、大分県大分市新川西八組の3。バス事業は、大分市北の県内ほぼ全域を営業エリアと、するが、 1980年代後半に分社化を進め、現在大分交通本体の路線バスの営業エリアは、大分市、別府市、日月市、国崎市、内東国崎郡旧国崎、旧武蔵町、旧脇町,旧脇町部分、早見郡肘町で、その他の各地は、子会社の国崎観光バス、くす観光バス、大港北部バスが担当している。他社と共同で、大分市、 別府市と各地を結ぶ高速バスも運行する。また自社営業エリアにある大分空港と大分市、別府市を結ぶ空港連絡バス、エアライナーも運行している。かつてはバス事業のほか、5000、計100キロメートル以上の鉄軌道路線を用したが、1975年までに全線廃止している。西日本鉄道、西鉄が一部資本を有している。 1940年から2003年までは同社の系列会社であったが出資比率が下がったために私鉄グループを離脱している。大分市と別府市を結ぶ路面電車路線を運営していた別府大分電鉄が母体である。この路線は1900年に豊か州電気鉄道により開業した九州最古の路面電車で文後電気鉄道。 九州水力電機と経営母体が変化し、九州水力電機が分社化のため1927年に別府大分電鉄を設立した。ただし、大分交通は創立年月日を豊か州電気鉄道の設立日である1896年8月5日、している。1940年に同じく九州水力電機の参加にあった九州電機起動。 西鉄の前進の参加に入り、1945年に戦時体制下で大分県北部の鉄道、バス事業者を九州合併し、だいぶ交通となった。以下の各営業所を持つ。なお、営業所名の右側のうちは営業所表記、車両番号の先頭部に書かれている表記である。大分空港別府、大分線については、エアライナーを参照のこと。 大分県湯布市湯府院町の JR 湯布院駅と大分空港を結ぶ路線。湯布院駅前大分空港間はノンストップ。湯布院駅を出ると県道216号を精神して湯布院インターチェンジから大分自動車道に入り、日室バイパス大分空港道路経由で大分空港へ至る。宇佐神宮や両古寺など国崎半島の史跡を巡るコースと 青の道門や新夜バ系などの矢バ系をめぐるコースの2路線がある。2006年12月から大分市内路線については行き先番号が廃止され大分バスと統合された系統番号が導入されたこの企画については大分バスの項目一般路線バス大分市発着路線を称。ただし大分バスが従来の番号を一新したのに対しだいぶ交通では 行き先番号のなかったホーバーバスと、下も、八股線で、系統番号を新設した以外は、従来の行き先番号と同じ数字に、期間経路を示すアルファベットを付加したものを、系統番号としている。なお、以下の、各路線の記述において、系統番号が2つ記載されている場合、経路を巡行する路線は、左側の番号、逆行する路線は、右側の番号となる、例、B13。 B12、大分駅、県庁前から、中島、1条から10条弁天1丁目から5号地、代行者この場合、5号地域が B13、大分駅域が B12。大分市中心部と大分川川口西側の5号地にある、大分交通大分営業所を結ぶ路線。大分駅中島5号地間では、県立図書館線、母ソ原線、 貴重バル線も運行されている。出入庫系統で運行間隔は一定市内が多数運行されている。大分市中心部と市街地西側の新春菅町、大地新町などの住宅地を結ぶ路線。沿線には大分県立図書館、県立大分西高校、大分大学教育福祉科学部附属用語学校、道附属中学校などの文教施設もある。 田室町経由では、大分市営グランドから、先が、循環区間であり、大分西高校志市県立図書館、付属用語学校、付属中学校を大分市営グランドと循環して、大分駅方向へ戻る。一方、ソフトパーク経由では、付属用語学校からが、循環区間で、付属中学校大分西高校志市県立図書館付属用語学校と循環して、 大分駅方向へ戻る。田室町経由便の一部、C3、C18 系統は、大分バス大須巡環線との相互乗り入れを、行っている。その場合は午後地までは行かず、大分駅県立図書館大分駅、校舎のみ、大分バス本社前、島運動公園、大分バス本社前、または、大分バス本社前大須運動公園、大分バス本社前、 校舎のみ大分駅県立図書館大分駅という経路で運行される。大分市中心部と市街地南西の丘陵上にある住宅団地を結ぶ路線。方向幕では高崎四丁目行きがスカイタウン高崎、青葉台団地行きが虹ヶ・丘、青葉台と表示される。青葉台団地線は新川経由及び西笠す町経由では虹ヶ丘入り口から 先が循環区間で虹ヶ丘西公園、青葉公園、虹ヶ丘ショッピングセンター虹ヶ丘入り口と循環して大分駅へ戻る。田室町経由では C を挟ま一組から先が循環区間で虹ヶ丘東公園虹ヶ丘西公園、青葉公園虹ヶ丘ショッピングセンター虹が丘北 C ザコビ組と循環して大分駅へ戻る。朝には 虹ヶ丘西公園市発便、小石一丁目、西春日町経由を及び田室町経由の設定がある。新設の西春日町、高尾台経由青葉台団地線、925926は、国道1五を、春日陸京北交差点で左折。ここから、王子山手町停留所手前までの区間は、春日神社経由県立図書館線と同じ経路で、往路が、付属用語学校。 付属中学校を伊西高校支所王子山手町、袋は王子山手町県立図書館付属用語学校と進む。大井大気発、平日21時、土曜休日20時以降は P24 で運行される。この系統は、従来同時間帯では、虹が丘ショッピングセンターのマリで運行されていたのを、小石一丁目まで延伸した路線である。 大分市内路線の中心的存在であり、朝夕は通勤、通学客でかなり混み合う。なお高崎四丁目発新川経由大分駅行きは、平日朝1回片道のみ運行される。大分市中心部と、西大分方面を結ぶ路線。母蘇原線、貴重丸線ともた室町経由便は、朝の一部便のみ。下八万線は、以前は、 新川経由のみであったが、母ソ原基調バル線の本数削減により代替として、西春日町油が設定された。西大分駅前交差点の先で左折して、国道10号から県道696号に入り、富士房石の工場を左に見ながら、下八幡へ至る。母ソ原駅はこのまま、県道696号を進み、山間を縫うようにして、 母ソ原八万宮下の終点母ソ原へ至る。貴重原駅は、下八田から分かれ、八田地区の住宅地の中を抜けると、大分自動車道方面へ向かう道を南下。だいぶ、インターチェンジ西側近くの金谷佐古交差点を右折すると、大分道に沿うように精神して、終点貴重原へ至る。別府営業所管内では、大分駅別府駅、鉄林線、別府駅吉弘。 亀川駅線、APU 線で、系統番号が設定されていたが、2010年3月10日に、既存系統番号の変更及びその他、別府市内運行の一般路線への当番号の設定が行われた。また、この系統番号変更により、従来、大路と袋で、系統番号が異なっていた路線については、大路袋とも同じ系統番号となった。なお、 大分駅発着系統は、系統番号の数字の前に、AS がつく。大分市中心部から、別府市、肘町、きつ市、国崎市と、沿岸各市町の中心部を経て、国崎へ至る路線。区間便的存在として、1日2本のみ、きつ駅国崎間での運行がある。大分駅を出ると中央通りを進み、新川から臨海産業道路を西へ。 日照席から別大国道、国道10号に入り、別府市内を経由、肘町の堀交差点から国道213号へ入り、きつ市中心部にある、きつバスターミナル、秋、旧東国崎郡秋町、大分空港、武蔵、旧東国崎郡武蔵町を経て、国崎、旧東国崎郡国崎町へ至る。かつては特急運転され、 国崎特急と呼ばれていた。その後別府市内のみ特急運転の区間特急となり、現在は確定となっている。なお国内線では、便固定で車椅子対応のワンステップバスノンステップバスが運行されており、予約をすれば車椅子での乗車が可能である。平成27年9月30日まで観光校内サンフラワー前を通っていたが、 10月1日から AS71 と同じ南スカイリ口経由となった。大分駅、別府駅から国道10号を経由して、だいぶ交通別不営業所のある席の校舎庫へ向かう路線。かつての軌動線、大分交通別大線のルートである。上記国大線と同様国道10号線を進むが、別府国際観光構内では一部を除いて、第三不当。 関西基線停留所は経由せず、国道上の南スカイリ口停留所を経由する。また、大分駅行きの朝一本のみ、簡単、付属中学校マイナスで室町経由で運行される、便がある。大分駅別府北浜間は、別台線、国大線、鉄輪線を合わせて、毎時3から4本程度運行されている。大分駅、または、 別府駅から別府市内の鉄林に向かう路線。基本的には別府駅発着で一部が大分駅発着である。方向幕では鉄林温泉と表示され、神奈川温泉とルビも振られる。別府駅を出ると駅前通りを進み北浜、交差点から国道10号を北上、富士見通り交差点で左折し、その先鉄林線、吉弘経由は、 幸い通り石垣中央通りを鶴見が丘線、鶴高経由は鶴高通りを北上し春期で合流。新別府の住宅地を抜けて温泉街の北東端にある終点鉄林へ至る。なおだいぶ交通の鉄林停留所と亀の居バスの鉄林停留所とは距離が離れている。別府駅と亀川駅を幸い町通り経由で結ぶ路線。 春木までは吉弘経由鉄輪線と同一経路。そこから県道645号を経由して、亀川駅に至る。別府鶴見急高校への通学路線。休校日は運休となる。羽出大高校の廃校に伴い路線は廃止された。立命館アジア太平洋大学 APU へのアクセス路線。以前は休校日運休だったが、現在は毎日運行されており、 別府市内の一般路線としても役割を果たしている。車両は元エアライナー用の車両や大型路線車が使用されている。なお、大分駅発着便については、平日かつ休校日の場合は、席の高代行車庫発着、別台線での運行、土曜、休日は、登校日であっても、運休となる。55番は2011年4月4日より、運行開始した、快速便。 上記停留所以外には停車せず、持ちが浜まで乗車のみのクローズドドア製、APU 行きの片道2便を投降日のみ、運行している。亀川駅と亀川駅北西のスパランドと読み、関の江新町の住宅団地を結ぶ路線。方向幕は、関の高団地と表示される。以前は、別府駅発着便もあったが、現在は、全便が亀川駅発着になった。 太陽の家経由便は、関の校舎小域が片道一本のみ運行。早見郡肘町の日出団地、辻島団地へ向かう路線。辻島団地発別府医療センター行と豊岡駅前、止まりの便が、平日朝に、各一本運行がある。JR 豊岡駅手前で、国道10号離れ、かつて国道10号だった道を進み、辻島団地、肘団地へ至る。 そこから JR 洋国駅や肘役場などがある洋国地区を経由して日出停留所付近から国道213号を進み大井区高道路入り口手前の終点駅へ至る80、81番は平成27年9月30日まで観光構内サンフラワー前を経由していたが10月1日から南スカ入り口経由となった 大分市中心部と大分川川口東側の西新地にある大分、ホーバーフェリー大分基地を結ぶ路線。専用の小型車両で運行されていた。ホーバーフェリーの出発、到着日に合わせたダイヤで運行されている。ホーバーフェリーのダイヤは大分空港の航空ダイヤに合わせているため、他路線とはダイヤ改正の時期が異なる。また、ホーバーの欠航時には運休となり、 その際は、大分中心部の各乗り場では、停留所時国標のもとに欠航であることを示す札が下げられる。途中区間のみの利用も可能である。2009年10月31日のホーバー、運行休止により、連絡バスも休止。使用車両は、その後大港北部バス、国崎観光バスに移り、大港北部バスの車両は2010年4月26日から、中津市、 コミュニティバス部前中津線で、国崎観光バスの車両は、木月営業所管内の一般路線に使用されている。いずれも、県立図書館へ延伸、循環化、JR 日出駅と JR 木月駅を、ハーモニーランド経由で結ぶ路線。一部は、肘駅、赤松間の運行。肘駅を出ると、県道520号を進み、日出停留所付近から国道10号へ入って、 北新。ハーモニーランドを経由し、赤松交差点で右折して、県道644号へ入り、日本本線の線路沿いに等身して、木月駅へ至る路線だった。2008年4月1日より、国崎観光バスに移管。白地に赤系統の塗装である。中型車が多くを占めているが、立命館アジア太平洋大学の学生利用に、 対応した大型車も保有している。メーカーは、国内主要4社、三菱不走いすず自動車、日野自動車、ド、トラックス、旧、日産ディーゼルの車両が揃っているが、主力として活躍してきた、三菱不走車の引退が続いており、これに代わって、いすず自動車、エルガミオが勢力を伸ばしている。また、神奈川中央交通から、大型車、三菱、 伊須津も移籍してきており、主に APU 線や大分市内で使用されている。2015年頃から首都圏や中部地方のバス、事業者から中古の中型ノンステップバス導入されており、2017年に中古の大型ノンステップバス2台導入された。各営業所に貸し切りバスを配置している。大型車は西日本車体工業の CI 型を仮装した車両が、 大部分を占める。中型車や9メートル級の大型車は、純正がほとんどである。2006年10月には、地上デジタル放送アンテナを搭載した、三菱不走エアロバスを導入した。その後も、イスズガーラや三菱エアロエースなど、多数の新型車両が導入されている。車両メーカーは、国内主要4車を導入しているが、イスズ自動車は、比較的少ない。 現在は全廃されている。過去には以下の路線が存在した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。